今日の鈴の大和バイクとはですね、無計画ツーリングということで、今大崎市の荒立てな道の駅ですね、いつもまあこっから撮ってるのが多いんですけど、というところですね。まあ人多いですよね今日は。そんなに、まあ曇りなんだけど天気はそんなに悪くはないんで、まあツーリングの人とかね、あとはお出かけの人は多いですね。まあ土曜日っていうこともありますわ。とりあえず決めてません、どこに行くかは。まあ鬼神戸の方に行くのか、それともそのままね新庄の方に行くのかも決めてないんで、まあその都度動画でね、撮影したのをお送りする、そんな感じですね。はい、それじゃね早速スタートしたいと思いますね。いやー土曜日人多いね、なかなか。どこに行くかも決めてない、なぜなのか。じゃあやっぱり時間ね制限があるからですね。6月10日までかな、は1ヶ月間ね、5月10日からうちの姉に来てもらって、まあその間四国旅行行ったりとか東北旅行行ったりとかできたんですけど、もう帰っちゃいましたんでね。基本的に認知症のおふくろの面倒は俺が見なきゃいけないので、朝早く起きてご飯を食べさせ、仕事があるときは仕事に行って戻ってからまた洗濯をしみたいな、そんな生活をしてるわけですね。で休みの日もね、介護の日では今日はないので、センターにお送りすることもないんで、ちょっと留守番してもらってご飯だけ用意して出かけてくれと。ただ夕方までには戻ってこなきゃいけないと、そんな生活なんですね。なんでちょっと限られちゃうんですね。ということでどこ行くかも決めていず、今ここ花山に行くとこですね。そこをパスしたということは花山の方には行かず、残るは新庄の方か鬼神戸の方に行くか、そんな感じですね。はい、いっと、そろそろ東なる頃ですかね。はい、バーバー温泉というのがありますね。バーバー温泉ね、左に入ると東鳴子、こうですね。で、まっすぐ行くと鳴子ですね。あそこに見える山はあれかな、くるみヶ岳かな、多分。今このコンビニがあるんですけど、そっちの左の道があってね、そこ行くと鳴子の街中ですね、鳴子温泉郷ですよ。まあ温泉鳴子内すごく広いんで、左に行かなくても温泉はいっぱいあるんですね。ただ最初温泉入っちゃうとあと走りたくなくなるんで、帰りかなんかちょっと温泉使いたいと思いますね。まずまっすぐずっと、さあどうしようかね。そこの右を次曲がるとね、鳴子ダムの方ですね。鳴子ダムの方からは鬼神戸に行けますね。まっすぐ行くと鳴子橋があって、赤倉ダムとかね、そっちの方かな、どうしようかな。ちょっとまず曲がってみっか、鳴子ダムの方でも通ってみっかね。はい、はい、鳴子ダムですね。そこ下ね降りると鳴子ダムのその、ダムの上歩いたりとかねできるようになってるんですけど、まあ、そっちは行かないですね。とりあえず撮影だけでいいでしょう。鳴子ダムを走りながら見る、そんな感じ。まあ、めったにね帰りようけど、こっちから行くこともないもんな。さっきの新しい道で来たから。はい、鳴子ダムですね。アーチ型ダムっていうんですね。よいしょと、これよと、前からだと他にも見えるからな。ちょっと駐停車しちゃっていいかな。ひょいっと、こういう感じですね。鳴子ダムね、向こうは鬼神戸ですね。でそこをね、すん抜けるトンネルが新しくできたんで、みんなそっち通っちゃうんですよね。だから鳴子ダムでも見に来る人以外はこっちあんまり通らなくなっちゃうんですね。お店なんかもねやってた店やめちゃったりとかね、
そういうのも多くなりましたね。はい、ここがねトンネルとの合流点ですね。トンネルから来ると早くに神戸には来たんですけど、なるほどには行けないと、そういう感じですね。まあでも降水量もほどなくなるんですよね。今日あたりは土曜日だからね、天気もまだ悪くないから、キャンパーとかいるんじゃないですかね。鬼神戸キャンプ場っていうね、吹き上げキャンプ場か、まあ、結構人気なキャンプ場がありますからね。よしと、まっすぐ行くとリゾートパーク鬼神戸、要は鬼神戸スキー場ね。そこをね右曲がるとね鬼神戸温泉郷なんですね。あとはまあ吹き上げ、キャンプ場があるとですね。そっちちょっと行ってみますかね。キャンプなんかしないけどね。ちょっとした滝があって、ちっちゃいね温泉宿で4つ5つぐらいあるのかな、まず一番最初轟旅館ってね、これ露天風呂いいですね。露天風呂あります、まあ、入ったことありますかね。露天風呂だけね、泊まったことあるな。これ目の湯だな、やってんのかね目の湯さんね、やってんだろうね。日帰り温泉ね、まああんまり客いないからのんびり入るといいかもしれない。こうやって、そう、それは昔の道なりね、湯沢に行く道なり、これをまっすぐこっち行くと温泉の方ね、これ1個しかないお店ですね。まあ山菜とか売ってるんですけど、こっから3つぐらいかな温泉あったんですね。まあ入っていかないと、よいしょ、いい温泉ですね。これ耐震館ですね。ここもね露天風呂、私入ったことありますね。まあ日帰りでね、まあ、いいお湯ですね。宇宙もあってね、この辺も温泉かな。でもやってなさそうだな、もうな、やっぱり人がいねえ、来ねえから。元湯さんね、これも日帰りになってるはずだね。よいしょと、これが最後かな。まあでもキャンプ場のところね温泉あるんですよね。そう、まあ入浴施設とかあるんですよ。デイサービスか。失礼いたしました。よいしょと、登ります、登ります。吹上キャンプ場ですね、正面ね。ちょっと入んないけど、くるっと見てみよう。うわ、いっぱいテントある。こりゃダメだわ。お風呂入るクソもねえな、これ。スパオニコーベもね、あるんだけどね。これはすごいわ、これはすごいわ。ちょっとめっちゃいるんじゃないこれ。だってテント入り口のところにも立ってたような気がするもん。あそこね、正面ね、鬼神戸のようにさ。うわ、人いっぱいいる、ね、これ。これはあかんでしょうね。キャンプか、これダメだわ、あまりに人が多いわ。すごいわ。ほいっと、一応ね500円払って見に行きましたね、久々ね。昔これね、そこに露天風呂あって、よいしょと、ほいっと、途中で切れた。何年ぶりだろうな、雲流とかって完結線。そう、こういう感じ。地下からね、バーッと吹き出るんですよ。結構な量ですよ。そんでね、そ
そこのとこにね温泉があったんだね。で誰も入ってないけど入ったことありますね昔ね。地上15メーターまで吹き上がりますということなので、ちょっと待ちたいとこですけど10分間隔ですね、はい。そっちにね温泉あんだよね。入ってる人誰もいないと思うけど、俺は昔入った、恥ずかしかったけどそう、ここね足湯もあるんだな。こうやって見ると花も綺麗でいいっすよね、うん。足湯としてご利用ください。そんなのあってんだ、どれ人がいっぱいいそうだな。あー、なんと昔温泉だったのに足湯になってるね。そういうことなんだ。さあよしと、じゃあちょっと吹き上がるのを待ちましょうか。はい。突然吹いたね。ちょっと煙が上がってから一気にだね。15メーターぐらいか。すぐ終わりそうで嫌だな。ダブル撮影だね。上の方まで結構吹いてる。意外と長いね。あ、少しずつ なってきたかな。こんな感じですね。はい。また10分だったらまたなんだろうね。ちょっと温泉卵とコーヒーで休憩ですね。こっからも一応ね、あそこにね、見えるんですね。吹くのがね。食べながら見ることもできたっていう、そういう感じですかね。はい。10分だからね、まだしばらくは上がんないですよね。ということで戻りますかね。お、高橋ジョージだ。お、いろんな人が来てる。マスター岡田とか、あ、松村だ。って感じですね。よしと、暑いな。夏ですね、うん。そこね、凌雲閣、そこは本当に有名な露天風呂までありますね。露天風呂だけど川の中が露天風呂で、滝がね、あるんですよね。で、まあ小浴だけどね。夏しかね、ちょっと入れないですよ。冬は寒いからね、ダメですよね。よいしょと。どれ、地獄谷でも寄ってみるかい？はい。道が荒れてるな。なんか、いや、熊よりも蛇がいそうだな。あ、こんにちは。よいしょと。よいしょと。草が多いね。熊より蛇だなこれ。よいしょと。よいしょよいしょ。木道があってね、あとは川沿いに歩くって感じですね。お湯がね、結構ね、湧いてるって、そういう感じですね。アルファファガンガンって感じですか。よいしょ。300メーターぐらい来たところですかね。紫地獄って書いてますね。お湯がずっと吹いてます。まあ間欠泉ほどね、大きくは吹かないけど、ずっと吹いてる感じね。
休みなく入ってますね。よいしょ。道はあんまり良くないかな。滑るもん。登山口じゃないからかもしれないけど。よいしょ。木道破損のため立ち入り禁止って書いてある。ここまでですね。とはいえね、俺、あ、なんか吹いてる。おお、ほら。すげえよ、間欠泉だわ。ものすごい吹いてる。昔私でもね、向こうまでね、ずーっと冬ですけどね、ずーっと行き止まりまで行ったことありますね。冬だからまあ川以外は雪かぶってるんで、どうだったかな、感知器使ったかな、まあそんな感じだったですね。あそこね、すごく吹きましたよ今。びっくりするぐらい。いやー、硫黄の匂いするからな。まああんまり獣は近づかない感じかな、やっぱり。猿とかはね、まあ言えば温泉入りに来るかもしれないけど、どうだろうね。わらび湯、山菜の宝庫なんだ。お、塩辛どうもかな。あ、多いなこれ。どれ戻りますか。よし、ということで片山地獄も、片山地獄じゃないか、地獄谷、もうちょっと行きましたんで、さあどこ行きましょうかね。無計画ですから。はい、暑い、暑くなってきたぞ本格的に。またキャンプ場の方に戻って、そっから鬼神戸橋を通って、どうすかね、湯沢の方に行くか、ちょっと戻って新庄側に行くか、走りながら考えます。はい、交通行でしたね。戻っちゃダメみたい。まあ勝手に戻ったけどね。おー、いるね、いるいるいる、キャンパー流行ってるね、キャンプね。さすがに、さすがに。おい、バイクをハンターカブでね、ツーリングキャンプね。まあいいけどね。あ、はい、ここはですね、日本五景士館っていうところですね。誰も見るやつなんていないんだろうけど、ちょっと小高い丘になってて、場所としては、鳴子スキー場花渕山の向かいぐらいですね。ちょうどね、鳴子の町がね、こう見えるんですよね。ちょっと一服してどうするかを考えたいと思いますね。はい、考えましたね。今のってか、どこの店に入って帰ろうかなみたいな、そんなことです。中山平の温泉かな。神戸にまた戻ってもしょうがないし、ね、か帰りに鳴子の温泉に入るか。お湯的にはね、川の湯とか東高の湯にね、硫黄のがっちり効いたところが好きなんだけど、まあね、前からな、そういうところでごちゃごちゃしたのもやるかしね。中山平とかね、ちょっと広そうなお風呂に入ろうかなと思ってね。はい、はい、蛇の湯湯吉、旧ラドン温泉ですね、これね。にしましょうかね。一回入ったことあるんだけど、覚えてないね、入ったお風呂だったかね。ということなんで、ここにしようかなと思うが、駐車場は、あ、これここか、バイクの駐車場ってわけじゃなくて、まあ車の駐車場のどっかに止めればいいんですよね。オートキャンプ場になってるな。そんなのもあんだ。止めるにはちょっと砂利んとこじゃ嫌だな。まあこの辺かな。よいしょっと。そこに入ってますかね。飯食う気力もねえな。どっちかっていうと温泉だな。
してる人いるのは川あるからな、確かに。日が起こせんだな。あっちは多分風呂を建設中なんだよ、多分ね。よいしょっと。お湯良かったですね。旧の打動温泉でね。あ、これか。前の建物。こっちだな。ツルツルですね。あの、宅秀とか近いんで、うなぎの湯に近いから。デイキャンプのことも聞きました。デイキャンプ1200円で、一人ね、とな。で、泊まりがあくまで人数らしいけど、1200円です。いいのはね、川のすぐ目の前にあるっていうことと、その2200円にこのお風呂、ミキサーのお風呂代も入ってるそうですね。それと、あのね、ブロックが積んであって、火が起こせるんだよね。うん、直火とか起こせる。それがいいね。あんまりないじゃないかね。夏はいいかもしんないよね。はい、今、伊達な道の駅に着きましたね。また戻りました。ということで、ロイズのソフトクリームを食べてますね。炭焼きカツオのたたきそばだな。まあいいか。もうあの、戻ろうと思いましたね。今日は、神戸のホームでバイクで行って温泉に入って戻ると、まあ取れ高のないような動画でしたね。はい、次回はちょっと山登り行きたいですね。もうちょっとね、8月になってからだと思いますけどね。今日は以上です。